ここは伊達さんが大好きな菜園台湾の人たちがくじ引きを買っていた。そう、美味しいです。じゃん。なんでもう買ってみようかと。やろう。はい、4.5。 何があるか分かんないから。
同じ200? 200同じやつ、あ、違うやつ、違うやつ、私のやつはあのなんか お金がいっぱい書いてあるやつで、なんか2つあって、こっちは何かしらが出たら当たり、何も書いてない場合があって、出てたら当たりで、それが200出たら全部一応持ってきて当たり、ゼロなんですよ。でこっちも全部あのイコールの絵文字がないんです。ないんです。でもさ、もしかしたら当たってるかもしれないから、先輩ちょっと一回言って。私はこれ勘なんで。あくまで勘なんで。みんな当たってますよ。当たってますから。大丈夫ですよ。わしプラス100してると。すごいっすよ。私はマイナスではあるけど、ちょっと取り戻した。おじちゃんの顔がニヤニヤなんで。元を取る形でもいいので、そうですね、それがいい。